どうも、ボビー・アートラザーのボビーです、えー。雨の大阪のアトリエからライブでお届けしております。ね、今日は土曜日ということでですね。えー、今日はね、音楽の話ですね。このこちらの方にね、えー、あのお題がありますんでね、こここう曜日ごとにね、今日はね、音楽の話ということで、えー、ブライアン・アダムスをね。えー ご紹介のご紹介というかね、ツイッのことをね、少しお話しさせていただきたいなと思います。ね、お付き合いください。それではですね、えー、ね、えー、と、まあ皆さんが知ってするアルバムかもしれませんけどね、これ、レックレス。こうかな。 ね、これは LP ですけどね LP 版のブライアン・ドムスの名版とも言われてますね僕の中では名版だと思いますしこのライブ配信をねご覧の方は分かってくれると思いますね「あ持ってるよ」とか「多分何回も聞いてるよ」とか言ってくれてる方が反応してくれてる方も多いかなと思いますけどね <laughs>、えー、まあ今 CD はねあのちょっと自宅の方にいっぱい置いてまして。 あと、まあ、このイントゥー・ザ・ファイヤー,、ね、ーと、これセカンドの、まあ、日本タイトルはジェラシーですかね。うん、あのなかなかいいんですよ、この。<laughs> で、まあ、僕にとってのブライアン・アダムスはブライ僕にとってはあアイドルですね。うん、で、初めてね、 えー、僕が、えー、っとブライアンダムスのコンサートに、えー、行ったのはですね、まあ、あの大阪に出てきてからですね大阪城ホールですよ、ねえー、88年か89年かまあそれぐらいだと思いますこの「Into the Fire」のねアル,バムあのアルバムが発売された時のツアーだったと思うんですけどねいま、えー、だにその。 アルバムが好きですけどもこの時いたツアーが好きでえこのね「ライブライブライブ」っていう,うその時のツアーの公演でね「イントゥーザ・ファイヤー」という曲をですねえ日本語の武道館の,がおさあの最後にねえギターのエレキギターの弾けたりねギター一本でえ弾いてるうねバージョンが入ってますけどいまだにこのアルバムは好きですね。もうベスト版みたいな感じでうん個人的にはね。 えー、まあこの今日はレックレスですね、まあ、大体ボライン・アドムスの代表作っていったらきっとこのレックレスに、えー、なると思います、うん、で1曲目からね <laughs> いいんですよこれお今ま、ね、これレコードね音聞いても音もいいんですよね、うん、え一番多分これがブレイクしたんちゃいますかね こののアルバムカドこういうことを、ね、してますけどもう思いますよ、えー、これから今サブスクとかいろいろなってるじゃないですかこのレコードをこう、ね、やっぱりレコードジャケットをこう眺めたら音が聞こえるっていうかさそういう,うなあな思いなんかあります分かりますそういう思いみたいなのが、ね、分かる世代っていうのはこう昭和世代だけなんでしょうかね。 うん、こうねレコード盤にこうそうとおいねプレイヤーにそーっとこう置いてこうねかけてセれをこう聴きながらこう歌詞カードをですね、えー、まあ僕の場合はこれ和訳をね見ながらですね、えー、こう楽しむわけですよで映画まあ映画を見るような感覚ですかね、うん、ライブ版とかやったらその中に入ってる写真とかを見ながらね <laughs> ね 1>, でこの1曲目の「o n 目のワンナイトラブフェアかもそうですし、えー、こんな感じで僕やっぱバラードの「ヘブンですね、うん、もうこれであの僕当時の10代のねティーンエイジャーだった僕はですね心を打ち抜かれましたね。うん、なんて美しいライブソングやねんと、うん、あのプロモーションビデオを、ね、深夜に見たんかなあのベストヒット u s a か何かその,その辺ぐらいですよ。ね、でやっぱこう ヘビーなサウンドでね、この重たいサウンドでね。あの、全部のイントロもかっこいいんですよね。あの、ランとユーもそうですし。であの、な、あの、イントロが始まるでしょ。ね、で、あの、この、なんていうの、しゃがれた声。甘くしゃがれたこう、ハスキーボイスね。うん、ハスキーボイスには、あ、これましたね。まあ、先週のね、土曜日は、あの、ブルースプリングスのボーイングザ U. S. A. のね、話を、お、お、したじゃないですか。 で、やっぱこうハスキーボイスでしょ。あのしばらくね。ハスキーボイスのミュージシャンがちょっと続きます <laughs>。もう今から言うときますね。うん。まああのー。ね、この中のまん、もうあのジャイアントですね。もうあのブライアンダボスは、うん、ラブソングが何とも言えませんね。ラブアラート特にあとあのー。 僕はは個人的に好きなのはですい、ね、まだにこうコンサートで、えー、見たら泣けてしまうという,う思い出のサマーねサマー・オブ・シクスいないんですよこの、えー、アルバムの B 面の1曲目ね、うんえー、なんともに爽やかな涙っていうんですかねちょうどねあの,この今今日ブライナムスのこのと話をしてるでしょえっとね うろ覚えなんですけど、えー、ちょうどねあのこのぐらいの時にコンサートに行ってたという投稿がな過去の投稿で上がってきたんでね、うん、もうあのそわ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 してましたねそうにもブライアンの T シャツ着てね、うんえー、ぜ全曲好きなんですけど「絆のロック」もそうですね、うん、もうもうどの曲もイントロからあのやられますね何て言うんだろうなハードロックのような感じっていうか疾走感というか、うん、なんかね あの憧れましたよ <laughs>。なんていろう。こう、当時のね、そのツアー行った時も。ネクタイをね、外せというわけですよ。あのお客さんにね、やっぱりあの平日の仕事帰り。ね、行くわけでしょう。ででで,で、あの、そのまま駆けつけてる人がいません。だから、あの。ネクタイを取ってくれ言ってね。客席から。 あのステージから客席に言うわけですよ。うん、でやっぱりブライアンはこうグレーの、えー、多分ヘインズの T シャツやと思いますけどね T シャツに、えー、多分ジーパンはブルージーンズはですねおそ、えー、らくーリーバイスの501のヴィンテージを履いてるんかもしれませんけどね、うん、やっぱりあそういう,うなんていうのかね、あのー、シンプルなソリッドな、ね、世界に憧れましたね。うん、で 実はですねあのボビー・アートレザーの屋号あるじゃないですかねボビー・アートレザーっていう屋号でもうこのね家業をやってますけどねこの世界をねで実はですねボビー・アートレザーの前はですね、えー、まあ一部の人は知ってるんですけどあーブランド名はですねレックレスやったんですよ。<laughs> レックレスというブランド名で、えー、このレザーをね始めたんですけどね最初はねその理由はですねやっぱこのブライアン・アダムスにのこの名盤レックレスから <laughs> 来たんですね、うん、やっぱり、えー、これはですね、えー、持っていきたいアルバムの 10, 10枚の中に確実に、えー、入りますね。うん、あのー ベベスストト版版ででではないんですけどベスト版ですね <laughs> まあ,あのこういうシンガーソングライターにやっぱり当時やっぱ憧れる一人でもあったんでんでその中のスタイルとしてはやっぱりその何人か僕の中でヒーローヒーローっていうかアイドルがいるんですよね。まずまあこのブライアン・ダムスでしょジョン・クーガーメレン・キャンプねうんあとボブ・シーガーね。 まあ、ボスもそうですよあとサウサウズ・にニーねまああのアメリカ人で言うたらえよ <laughs> 洋楽で言うたらね大体、まあ、あのこのね世代の方これをご覧の世代の方はんあの分かるわっていう感じだと思いますけどね、うん、ボーカリストで憧れたのはあ僕はねスコーピオンズのクラウス・マイネーかなあとボストンね、まあ、その辺の話もね、えー、ずっとおちょいちょいね土曜日はね サクッとと話していいきたいなとこ,うこういうねちょっと薄口な <laughs> の情報で申し訳ないけどね、うん、なんかそんな感じでね、えー、今日はブライアン・アダムスのレックレスについてねちょっとはあの、まあ、ボビー・アトレーザーの全身であるレックレスというブランドになりかけてたという感じでね、うん、まあボビー・アトレーザーで、ま、落ち着いてますけどけどそれぐらい えー、僕が愛する音楽の一枚ですはいそんな感じで、えー、<laughs> お届けしてまいりましたで明日はですね、えー、日曜日ということでですねまあ緩い話ということ,うことでですねまあまあ今のところはまあギターちょっとね弾き語りでもさせてもらおうかなと思ってますそんな感じで、えー、週末金土日はですねこういうちょっと趣味な感じのあの 配信になりますけどもね、はい、また、ゆっくりお会いしましょう。ねえー、また、忘れうちに、<laughs> ね、YouTube も、ね、やってますんでね、えー、ぜひね、またアーカイブをご覧ください。で、Instagram ね、そう、Instagram ねあの、今日ちょっと、リールってどうなんやろう何なんやろうと思いながらね、 ちょっっととポチッと押ししててやってみましたけどねあの本来の使い方はちょっとちゃかったみたいやけどまあ,まあ,あのまあ動画をこれからも編集ねスマホからでも編集してちょっとつないでねあの15秒から30秒ぐらいの画像ですね画像っていうか映像ですねボビー・アートレーザーらしさみたいなのをねもうちょっとこう追求しながらですね 楽しんでもらえるような動画をですね、えー、アップしていきますんでね、またゆっくりご覧ください。でですね、えー、また Twitter もね、やっておりますんでね、えー、またこの QR コードでピッとね押してもらえれば幸いです。それでは素敵な週末をお過ごしください。ボビーでした。じゃあね。バ